91式携帯地対空誘導弾は、日本の防衛省技術研究本部と東芝が開発した国産の携帯式防空ミサイルシステム。略称は K、K サム及びサムマイナスに、後方向け相称は、ハンドアローで、部隊内では、スティンガー、ソムと呼称されている。自衛及び基地防空用として3自衛隊に配備されている。 誘導弾先端の CE カーブ個人携帯値、対空誘導弾に装備されている、可視光イメージ誘導の際に使用する、画像表示装置アメリカ合衆国製の携帯値、対空誘導弾スティンガーミサイルの後継として、1991年に正式採用された、携帯式防空ミサイルシステムである。1979年により、 部内研究が行われていたが、1987年より、試作に入っている。派生型としてス1観測ヘリコプターに搭載する空対空ミサイル型や、高機動車に4連装発射機2機を搭載した93式近距離地対空誘導弾が存在する。通常の赤外線パッシブ誘導と可視光、イメージ誘導とを併用したハイブリッド型の誘導方式となっており、後者は CCD カメラの画像認識により、人の目と同じように目標の可視光イメージを記憶してから誘導ができる。そのため、発射機本体には、ハンディタイプの VTR カメラに装着されている、ビューファインダーに似た、可動式の画像表示装置が取り付けられている。これにより、赤外線低放出目標や、目標機体正面方向からでも発射が可能になり、フレアなどの妨害装置にも強くなった。 ミサイルの姿勢制御は発射後に展開する全部の小型翼4枚とミサイル後部の首レブにある4枚の翼を用いて行っている。推進機関は2段式の固体燃料ロケットであり、発射ロケットにより、いてとの距離を確保し、ブラストの影響範囲外に出た後に飛翔用ロケットに点火される。新艦は設定秒時に作動する自爆機能を持つ。傾向型は、 発射塔に封入された誘導弾及び発射器、外部電池、敵味方識別装置によって構成される。発射器の形状はスティンガーと似ているが、発射塔前上部の IF アンテナの穴がサムマイナスには2列、スティンガーは1列となっている。主に陸上自衛隊の普通化、気候下部隊や特化部隊の自衛防空用に配備されているが、航空自衛隊や 海上自衛隊でも1993年から基地防空用に配備されている。空時では当初、操作要員に予備自衛官を当てることを想定していたが、操作法が難しく短期間の訓練で習熟することが不可能と判断され、現職の基地防空隊員と運用要員が扱っている。2007年度からライフサイクルコストの低減や低空目標への対処能力の改善、 蛍光サムとしては、世界初の赤外線画像誘導方式による、夜間戦闘能力の向上、煙の少ない推進薬の使用などの改良を加えた、個人系対地対空誘導弾の調達が開始された。2002年度から開発が開始され、開発経費は約26億円。ありがとうございます。